く打ち上げた、ややバットの先か、セカンドの野村勇が手を挙げています。ワンアウト。初球叩いたファーストゴロ、二塁送るショートベースカバーアウト、一塁戻してアウト、ダブルプレーです。サードゴロだ、二塁送る、セカンドアウト、一塁はアウトです。足が固くなりやすいですからね。左中間です。レフトの近藤を追いついた。ここはセカンドのあたり、野村勇です。ワンナウト打った藤原、ここはショートのあたり、シングルハンド、今宮、さすがの打席どうか。ここも変化球にスイングをしました。空振り三振。ここは1、2塁間、ファーストまた全力疾走だ。しかしスチュアートジュニア、ベースカバー入ります。やっぱりちょっと息が戻ってなかったかもしれないですね。その分ですか、はい、そんなことはないと思います。いやでもね、いつもなってるとちょっと厄介だなと思いますね。ここは詰まらせたセカンドの当たり、再び野村が一塁に送ります。お伝えしました、セカンド強い当たり、ここも野村シングル取って一塁へ、スリーアウトです。高めのボール、しかしタイミングここは合いません。変化球、2者連続三振、一転して今度は逆方向のバッティングは今宮の正面でした。スリーアウト、4回5回スチュアートジュニア三者凡退のピッチングです。スイングアウト、152キロストレートできました。ワンアウトです。変化球多めだったんですが、1点ここは直球の勝負。ここも三振、ここに来て三振のペースが上がってきたスチュアートジュニア。セカンドライナーでした、正面の村勇に取っています。スリーアウト、角中を打ち取ったスチュアートジュニア、打ち上げた雨粒とともに落ちてくるボールは今宮が取りました。スイングアウト、154キロストレート、バットが出ました。ツーアウト一塁です。中村翔吾今日ヒットなし、3試合スイングアウトになります。一塁送ってスリーアウトチェンジです。マリーンズチャンス、ここはスチュアートジュニア捉えきれませんでした。4